はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース1では続きをやっていきたいと思います。ダムの塔に入りましたので、ダムの塔攻略ですね。右の方にちょっと敵っぽいのが見えますけれども、やっていこうと思います。レベルはもうマックスです。そこがね、ちょっと昔のゲームであるがゆえの欠点ですよね。最終ダンジョンに入る前にもうレベルがマックスになってしまうと、そうすると敵と戦う意味がないからね。こっち違ったな、しかも牢屋か。そうだね、言っちゃうと捕まるからね、その時に装備品が奪われちゃうんですけど、盾とか用意してねえな。いってそんなに食らわない。でダームの塔なんで、その塔のね周りをこう歩いていくんですけど、道はもうさっぱり覚えてないね、やっぱり。あ、敵が強そうな敵がいる。ん？どっか行った？大丈夫か？こういう一般の敵は大丈夫みたいなことゴーバンが言ってたよね。ボスキャラが倒せないみたいな、ちょっと待って、また若干バグってんだけど、これさ、PSP が古いがゆえちょっとバグるんだけど。 OK、 プレステ4のコントローラーもね、ちょっとバグりつつあるんだよね。パワープロとか割とカーソルが勝手に動いちゃうんですよね。ちょっと待ってね、今音楽なんですけど、これ実はね変えられて今クロニクルズになってるんですよ。ダームの塔はこっちがいい。あれ、宝箱開いてる。あ、もともとなんか侵入した人たちが取ってったのかな。自分がどこにいるのかよくわかんない。やっぱりね、日本ファルコムの作る作品、イースとか、あと奇跡シリーズとかになるんですけど、音楽がいいからね。あれ、どうなってる。これはここか、なんとなく覚えてる。手前側はね意味がないんですよ。だから奥から攻める。実際自分もイース1って何周目だろうな。PC 版とかは、うわー、ここか。 PC 版とかはやったことないんですけど、ファミコンから入りましたからね。気がつくと牢屋の中だった。装備を確認した。持ち物がいくつかなくなっているのに気づいたと。というわけで、シルバー系が全部奪われましたね。だからタワール装備して、盾がしょぼくて、リフレックス、盾くらいだったらなんとかなるかな。ルータジェンマ、気がついたようですね。はじめまして。ゼピック村に住んでいるルタジェンマ、無遊病の人ですね。あの奥さんが探していた人。恥ずかしながら、無遊病の毛がありましてね、気がついたら塔の中をさまよっていた。魔物の兵士に見つからないようになんとか逃げ回っていた。あっけなく捕まってしまい、地下牢に放り込まれてしまった。牢屋に放り込む意味があるのかね。アトルさんは自ら望んでこの塔に入ったのですか。なんというか無茶なことをする人ですね。でも不思議ですね、あなたの目には迷いの色が見られない。私と違って何かに導かれるだけでなく、自分の意思でここにいる、そんな強さを感じます。この塔には私たち以外の人間も入り込んでいる。魔物に捕まる直前、石像の並んでいる場所で杖を持った老人の姿を見た。通路の途中で見失ってしまった。一緒か。がっちりとした石組みの壁、埃が張り付いている。動く者の気配はない。ちょっとどうすることもできないんで、ビクともしない。助けにはね来てくれるんですけど、時間経過なのかな。これ何回もずっとやってればいいのかな。意外に来ないな。あ、来た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 。ドギ
若いの助けに来てやったぜ。俺はドギっていうんだ、よろしくな。詳しい事情は後で聞くから、とにかくここから早く逃げることだ。とは言ってもこの塔には、陰険なトラップがいくつも仕掛けられている。適当に逃げたんじゃまた捕まるのがオチ。3階ほど上がった石像の並んでいる通路にラーバという老人が隠れている。この塔について詳しいじいさんだ。会って話を聞いてみるといいだろう。奥にいる人も早く逃げろ。あなたは先に逃げてください。私はあなたと違って剣士ではありません。魔物に見つからないようにうまく隙をついて逃げる。てか牢屋にさ門番がいないのがさちょっとずさんだよね。ついでに悪いんだがこの像をラーバに届けてほしい。じいさんこれをなくして困っていた。偶像よし、じゃあ行きましょう。でここは最初の回の牢屋ですね。いや武器変わったけどさ弱くなったけど大したことないね。あれってもさっき手前から言ったよね。変わんないのかな。結局ねくる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 一周するんですよ。ずーっと横に走ってても正面はちょっとあれあれあれなんかいる。ちょっと待って、これは横から。よし、あ宝箱1個空いてる。ヒールポーション、ミラー、これはエビルリング。あこれ必要なやつじゃん。よかった、取っといて。でちなみにですね、ま、エビルリングがどういうものなのかだけ、いやこれセーブしないといけないんで、セーブしてからなんですけど、ちょっと見てみましょう。まリング系ですね。エビルリング、装着したものを邪気で染め抜き、心身を滅ぼす恐るべき指輪、まがまがしく不気味に輝いている。で、装備すると、みたいな。超罠。いや、まあ、使うところはね、あるんですよ、イベント的に。これ必須になるんで。まあ、そんな感じですと。あ、よかったよかった、こっち来といて。え、で、さらに、こっちへ行くと、戻る。あそうだね、ちょっと手前の方から行きましょう。見た目は変わんないからね、だってなんか大して。でどっちだったっけ、もう忘れちゃった。あここここここ、とりあえず敵だけは排除しておこう。でアイテムの方か、これマスクオブアイズ、行って行って行って、あここここで、マスクオブアイズを外すと老人がいます。ラーバ、その偶像はわしのじゃないか。そうか、ドギに頼まれたのか、届けてくれてありがとう。わしの名はラーバという。これでも学者の端くれ、半年前古代遺跡を調査するためエステリアに渡ってきた。しかしこの塔を調べている最中にいきなり魔物が湧き出してきた。それ以来ここに閉じ込められてしまった。この像はわしの命綱、いろいろと不思議な力を秘めておる。身につけていると完全に気配を消すことができる。これがあったからこそ今まで生き残ることができた。さてお若いの、どうしてこの塔に入ったのかね。見ればそれなりの装備を整えている。何か目的があって来たのだろう。アドルはイースの本を探しにダームの塔に侵入したことを話した。そうか、やはりそうだったのか。イースという名前は大陸側にも伝わる古文書にもしばしば登場しておる。魔法と呼ばれる不思議な力と白銀に輝く金属によって栄華を極めた国。しかし古代王国イースの名前はある時期を境に歴史から姿を消した。今となってはどこに存在していたのかすらわからない。我々学者の間ではよくある理想郷伝説の一つとして片付けられていた名前だったんだよ。しかしかのイースはこのエステリアの地に実在していた。わしの仮説は正しかった。イース消失を伝えた数少ない文献によれば、その時にも嵐の結界のようなものが発生していた。数年にも及ぶ嵐の結界が消えるとイースは影も形もなく荒れ果てた地上には巨大な塔が天をうがつうんうがなんて俺や貫くか貫くようにそびえ立っていたという。エステリアの語り部は伝えている。突然魔物の軍勢が現れ国土を蹂躙した後、一夜にして国土と民の半分が消えたと。
そして残された魔物たちによってこのダームの塔が建造されたという。しかし塔が完成してからほどなくして魔物たちは消え失せ、災いは去ったそうだ。それから数百年の時が過ぎ去り、この地の人々は過去の災いを忘れてしまった。しかし災いは本当に去ったわけではなかった。あんたも感じるだろう。今この塔には何者かの意志が働いている。統率された魔物の兵士に邪悪なトラップ、間違いなくそれを背後から操る者がいるはずだ。その者の狙いは何なのか、それを突き止める必要がありそう。それはともかくお前さん、このまま塔の中を探索するつもりかね。だったらこれを持っていくといいだろう。ブルーネックレス。その首飾りには魔除けの力がある。邪悪なトラップからあんたを守ってくれるはず。これはアイテムで装備すればいいんだっけ。ほい。てかマスクオブアイスをそもそも装備してるとこっから出れねえし。隠し通路がさ、見えるようになるっていうけどさ、完全に壁もさ通過できないからね、装備しないと。あ、ちょっと回復しておきましょう。回復ポイントはもう塔の外なんで。あ、252だけどいいや。これでさっきちょっとトラップで行けなかったところは行けるようになってます。ちなみに装備しないとね、また牢屋送りになるんで。でまたドギが助けに来てくれるんですけど、また捕まったのか的なこと言って怒られちゃう。ちょっとまた回復していきます。50か、結構減ったな。一応装備的にはね、シルバー系の装備より1段階上のものがこの塔には眠ってはいるんですけど、ヒールポーションとかはなんか1階に1個だけあったよね。まあ、ここではもうすでに買えないし出れないからね、一応そのための救済措置だとは思います。ただボス戦でアイテムが使えないっていうのが分かったからね、回復なしでなんとかやるしかない。今塔の何階なのかって言われたらちょっと分かんない。設定的には何階っていうのはあるみたいだけど。ちょっと待って、またバグり出してる。で、ね、一応塔を登っていくことに若干ね、ちょっと待って、またこう空が暗くなって時間が経ってる描写なんですけれども、まあ一応ねこの塔を探索するのは一晩だけっていう、そういう合板との約束だから。あれ、意味ない、戻ってきた。もしや、ここは何にもない。敵もそんなにいないね。あれ開いた。あれ待って、ボス、ちょっとしまった。え、ここでセーブしちゃっていいかな。別の塔にセーブしよう。すげえボスっぽい。でもうだってレベルはマックスなんだからさ、やることないよね。レベル上げも何もあったもんじゃない。え、ちょっと待って、あ、そうだよね、そうなるよね。え、ちょっと待って、すっげえ変だけど、盾がないからな。鎌が3個か。でその間に1発2発くらい当てて、超弱くね、こっちの攻撃。これまた繰り返すのか。イースのボスって結構めんどくせえな。こんなんだったっけ。ただこの間に攻撃はできる。ゴリ押すとやばいね。また持久戦か。ネタは分かった。次は負けん。時間をかけてでもゆっくりやります。3発。やばいやばいやばい。さあマジ強えんだけど、もう少し探索しよう。なんか装備とか取り戻せなかったっけな。この装備だときつい気がするんだよね。だってもうレベルはマックスだから
あれどっちから来たっけ、ちょっと待ってね、あれどう来たんだっけ、こっち行ってみよう。いやなんかミニマップとかもないからさ、自分のいる位置がよくわかんない。ここはあれ、こっちも行ける、え、どうなってんだ、あれあんなやついたっけ、初出演か、あれドギがいる、ちょっと待って、なんかよくわかんねえ。よう、またあったな、俺だよドギだ。それだけ派手に動き回っていてよく無事でいたもんだ。ところでお前どうしてこんな物騒なところに入り込んだんだ。アドルは塔に侵入した事情をドギに説明した。そうだったのか、ゴーバンのお頭にもあったのかい。お頭たちには心配をかけちまったな。ラーバにはあっただろ、ちょっと変わったじいさんだが、あれでも俺の命の恩人。魔物にやられそうになった時、あの偶像の力で助けてくれた。その恩返しのため調査の手伝いをしているうちについ帰りそびれた。しかしここらが潮時かもしれんな。まあ確かに危険は危険だからね。ドギも結構強いからね。ただてかさ、ドギに会って、ちょっと待って、こいつぶっ倒す。なんか装備がな、戻ってくる、なんだこれ、ゴリ押せる、あ、ゴリ押せるわ。お、宝箱、よっしゃやった、これだよ。装備を取り戻してから行かなきゃいけなかったんだ。攻撃力上がるでしょ。あと防具だね。だいぶね粘ったんだけどね、なんか強くて、てか全然ダメージとかが通らなくてさ。ここはこれで終わりか。シルバーソードエリアだね。であと帰ってこれるようにしないと、さっきのところに。暗いっていうのもね、またここはまだ行ってないところの出口だよね。でこっちに行ってみよう。回復しときゃよかったかな。なんか似たような構造だからな。あれ、あ、こっから来たのか。あ、なるほどなるほど。ちょっと待って、こっから来て、こう来て、だからここの塔の外壁がさ、どうなってんのか。ちょっと回復します。255まで回復しよう。でここ入るでしょ、でここ来たでしょ、でここ行ってさっきのボスエリアで、ドギがいたとこもいなくなってるけど、じゃあここに行って右に行ってみる。一応ね、塔をくるって回ってるイメージなんですよね。でここ来ました。あれ、ここどこ、あ、でここで下行くとボス。あ、じゃあこっち行ってみよう。で左、いや、なんとなく左回りか、左の法則じゃないけどさ、なんとなく左に行きたくなるよね。でここで、どこ、ここ、ちょっと待って、マジでわかんねえ。あ、宝箱がある。あ、こっち行けねえじゃん。あの宝箱も取りに行こう。上行ってみよう。何にもねえし。敵はいないね。あ、でもなんかまたさ、あいつが守ってるってことはさ、ちょ待って。これゴリ押さなきゃいけないからね。よし、シルバーシールド。シールド取り戻したのでかいな。なってたって、シールドが1個ないからね。しかも動き出してきたし、セーブしようかな。セーブしてえな。新しいところにセーブしよう。ボスエリア、いや、でもボスは倒さなきゃダメだよね。こっち行きます。で塔のこっちか。まあとりあえず左回りで入ります。おっと、で進んでいって上か、ちょっと待ってね、こっち下か、こっちはない、結構分かれてんな。
ちょっと待って、本当に分かれてんなこれ。ダームの塔めっちゃ広いな。やばい、ヒットポイントが減ってきた。まあ、最悪ヒールポーションを使っちゃえばいいんだけど、ボス戦ではヒールポーションは使えないからね。今のところの選択肢としては、ここは行き止まりと、あとこっちも行けるんだよね。邪魔、外に出たいから。はい、で回復をしますか。ちょっと時間はかかっちゃうけど、夕方っぽくなってるよね。まあ、別にリアルで時間が経ってるわけじゃないんだけど、上に行けば行くほど暗くなるシステムだから、もう一回下のね外壁に戻ると明るくなってるから、まあ、一応それでね日没を表現してると。え、なんだ、ちっぽくねこれ。え、どんな、ルタジェンマ、ここまで来たのか。アドルさん、私ですよ、ルタジェンマです。ラーバの老人のところに行ったのですが、魔物たちに見つかってしまった。なんとか逃げてきたのですが、ちょっと足を怪我してしまいました。私なら大丈夫、見た目ほどひどい怪我ではありません。それより老人から聞いたのですが、この塔に一人の少女が連れてこられたそうです。なんだか不吉な予感がします。どうか彼女を助けてあげてください。同じか。あれ、え、それだけ。ここには魔物は来ないんだね。あとシルバーメイル、これを取り返さなきゃいけないんだけど、ここ変わんねえか。さっき来たとこだね。じゃあ下に行こう。あのボスとかなんかすげえ素通りしてんだけど、大丈夫か。待ち構えてたよね。なんだ音が。げ、なんだこれ。ちょっと待って、これはさ、入ったら死んでしまうんではないか、そんな予感がする。うん、だよね。ちょっと待ってね。いや、突破できないでしょこれ。強引。え、突破できる。そういうもんなの。いる、ラーバ。いや、あんたか。面目ない、魔物に見つかってこんなところに閉じ込められてしまったよ。あの偶像も魔物に叩き壊されてしまった。早く逃げろだと。悪魔の回廊の仕掛けを知らんのか。あの音は人間の正気を蝕む。若いあんたならともかく、わしのような老いぼれには無理だ。それにあんただって顔色が悪いぞ。少し休んでいきなさい。回復してくれた。確かに強引に突っ走ってきたかんな。あの悪魔の旋律は外からの風で鳴っている仕掛け。どうやら外にある柱の一本が風を取り入れる通風管になっているらしい。それさえ壊せれば鳴り止むと思う。え、待って待って待って、まあ、さっきセーブしたから、まあ、早く死んでもいいよね。いや無理だこんなの。だからここはちょっと待とう。やっぱボスを倒さなきゃいけないんだよ。ボスのところまで戻るか。いや、あいつめんどくせえんだよな本当に。まあ、戦うだけだったらあのコウモリよりはめんどくさくないけど、いかんせんダメージが通らない、ダメージが通らないで戦ってるとこっちの体力も削られてやられちゃうっていう、まあ、そんなところかな。ただ今回はねシルバーソードとシルバーシールドを手に入れたから鎧ないけど、だいぶマシにはなってると思うんだよね。どっちだっけ。あいつ動いてるし。で上か。本当にねイースはダームの塔が半分とは言わないけど半分近くあるよね、物語のダンジョンの。あ、人々回復してない。ちょっと一回出よう外に。でこっちが進む道、それを覚えておきましょう。152いいかな。3、これが致命傷にならないかな。一応出れたのが
救いだったな。ここに入って出れなかったらマジ最悪だったからね。いや、ここに上書きをしちゃいます。よし、じゃあ行きますか。まあ何回か戦ったから少し動き的にはマシになってると思う。あ、全然違う、当たるダメージが全然違う。やっぱりシルバーソードをゲットしたおかげだな。食らうダメージも10減ってるかな、やっぱり。いや、これ弱えわ、こいつ。いや、なんかね、10分くらいずーっとこう攻撃して、いやー、やられたみたいな。まあ、あと敵のヒットポイントも少しなんだろうけどみたいなとこまで行ったんだけど、もうめんどくさくなってね、楽勝だわ。これは手順を間違えてたな。この装備をゲットして、さらに宝箱、イースの本からのハンマー、あ、これで壊すのか。ちょっと待って、セーブしとこう。オッケー。やっぱり装備一つで全然違うな。で、こっちのこっちだよね。で、柱を壊せみたいなことを言ってたから、こっち来て、ルタジェンマのいた方だった気がするんだよな。あれ、こっちってなんだっけ。あ、ここ自体はあれか。で、こっちか。で、塔の外壁に出て、でハンマー装備しよっか、せっかくだから。あれ、どれ、待って、こうか。頑丈なハンマー壊せん。ラーバのじいさんにはこのデータでは聞いてないことになってるからね、何も。これ壊せんの、壊せなくて、壊せそうだけど壊せなかった。でもこれなんだよね、この柱ってちょっと違うじゃないですか。あ、壊した。これだけでいいのかな。ここはルタジェンマがいるとこ。あ、だね。一応離しとこう、なんか変わるかもしれない。あ、変わんねえや。一応全部やっとくか。まあ、1回でいいと思うけどね。なんか2回やりたくなる。で、こっから下か。あれ、どっちだっけ、また忘れちゃった。あとはシルバーメイルを持ってないけど、突き進んじゃっていいかな。どう、あ、いけるいけるいける、余裕じゃん。回復してくる、いいねー手順すっ飛ばしたからな。まあ会話だけは聞いたからね。じいさん、これで逃げたのか。お、なんかいきなり呼んだみたいなそんな感じだったのかな。ハンマーってこれだけだっけ、出番。じいさん的にはもう何が何だかって感じだよね。で、先へ進んでいくけど、ここは一周するだけ。地形を把握しながらちょっと行きたいよね。こっちはない。上もまた道があるといえばあると思ったけど、一周回るだけだった。じゃあこっち出て、今何階にいるんだろう。また音が変わった。ああ、あ、ラーバがいる。いや、あ、宝箱守ってる。あんたが回廊の曲を止めてくれたんだろう、礼を言うよ。おかげで自由の身になれた。偶像がないからあっさり魔物に見つかってこの有様。何、心配事はいらん。それよりも大変なことが起こってしまった。3階ほど上にある渡り廊下はラドの塔という場所に通じている。
幽閉用の小さなと、先ほどそこに一人の娘が閉じ込められた。娘が閉じ込められている部屋の扉は邪悪なものにしか開くことができないという。なんとか扉を開ける手立てを見つけて娘を助けてやってくれないか。くちょっと長く喋っていたら魔物にやられた傷が痛んできた。まあ大丈夫、死なないんで。もう一回話しかけるけど、あれなんか違った？邪悪なものしか、ああ関連か。さあ魔物が来ないうちに行った方がいい。急がないと捕まった娘が殺されてしまうぞ。いや捕まって殺すくらいだったらさ、あれちょっと待って、なんかこっちに、その場で殺すでしょ、捕まえる前に。あれなんかこれワープする気がしたけど違うんだっけ。アイテムこれ装備してみる。他装備するもんないよね別に。あ、そういうわけではない。じゃあこっちから行きますか。あ、娘さんを助け出してなんかアイテムもらって鏡の中に入れるようになるのかな。鏡の中に入るってちょっと表現があれだけど、え、これちょっと待って、またなんか怪しいところに出てきた。出れるよね。とここでセーブしよう。一応剣はシルバーソードは持ってる。行こう。なんだこれ、まあ、多分待って、え、何これ、ゴリ押してるけど大丈夫。ゴリ押し勝負だな。え、マジでこれゴリ押し勝負、負けそう、ギリ負けそうギリ負けた。ちょ、もう一回よくわかんないけどゴリ押し勝負しよう。先手必勝だな、まず。あ、無理だな、下から攻めるか、感じ的に。これさ、マジこれは効果なくねえ。だってどちらが先にやられるか。うわー、ギリギリ負けた。ちょ、わかんねえマジでわかんねえ。動きを見切るって感じでもないかも。一応見切ってみる。多分回ってるだけだからね、言うても。でどうすんのこれ。いや、これしかないよマジで。こまめにこう、なんか角をあんまり離れないように攻撃をひたすら仕掛ける的な。あ、離したよこれさ、でも鎧があれば多分防御力上がるから絶対勝てるよね。でも鎧とかあんのかな、まだ鎧を取ってないとか。優勢なのか。あら、勝った。何が勝因なのかさっぱりわからん。なんで勝てたのかがさっぱりわかんないセーブしとこう。謎ゲーだ。結構余裕あったよね、しかも。あ、宝箱ロット。あ、これで先へ進めるようになるのか多分。もう一個はイースの本。イースの本は全部で6冊だからね。3冊見つけて3冊がここにあるのかな。シルバーメイルはあの宝箱っぽいよね、あの守ってた宝箱。あ、夜になってる。なんか登っていけば登っていくほど夜になるよみたいなこと言ってたけど違ったわ。あ、イベントボスを倒すごとに夜になっていくのか。ラーバずっとここにいたんだな。ゲーム内時間では、あ、そうだね、いけるようになった。タコみたいな、つえ。ちょ、シカトしよう。いや、マジで敵と戦うメリットが全くないからね。右、え、戻ってきた。分かんない分かんない、どこにいる。左、ここは行き止まり、ここも何もない。なんかありそうでない
でここ行く。落とされた。悲しい。まずここでしょ。でさっきどっち行ったんだっけ。さっきここ行ったんだよね。下の方行ってみようか。どこが正解なんだ。どこを目指してるんだ。やっぱあの宝箱。でも宝箱を取ったところでさ、先へ進む道がよくわかんねえんだよな。いて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 、あ、いる。横から行こうかわいそうに。あ、シルバーアーマー OK。 とりあえずシルバーアーマーは取り戻したけど、ん、どうなってんだ。ラーバ、いや、その部屋に行きたいんだけど、なんか死んでも嫌だからセーブしとこう。で、こっちは何もない。あー、こっちも行けるけど行き止まりだったっけ。どうしようかな。ちょっともう一回ここの鏡入ってみよう。で、右に行ってみよう。で、下はなしか。どこ行ったんだっけ。ここ行ったんだっけ。じゃあこっちの方に。うわ、何もね。ここはこの鏡しか行けないか。こ、来たところってあれ、どうなってる。え、あれ、本当どうなってる。あれなんか進んだっぽい。一応回復します。あれ、今リング何装備してたっけ。あ、攻撃のやつだよね。でもだいぶ上には来たっぽいね。よし、進んでいきましょう。また暗いところに戻ってきてしまった。うわー、敵が違う。いや、全然わかんねえ。大して探索してないけど外に出てしまった。どっちだ。あれ、なんかありそうで何にもない。え、マジ。あ、こっち行ける。うおー、ゴリ押しするしかない。てか、なんだこれ。ちょっと待って、やばい、やばくねえか。ちょ、マジ、え、マジ、何これ。え、ヒールポーションとか使いたくねえ。やばい。え、あ、なんかある。あ、ヒールポーション使っちゃおう。OK。 まあ、最悪ヒールリングで回復はできるからね。一本道きついよね。ずらしようがないから、ご利用していくしかない。あ、なんか月っぽいのが見える。だいぶ上まで来たな。あ、それ何階って書いてあってね。これで見ると18階か今。あいつちょっと早くね。気のせい。もう敵なんてシカトだよ。ここは20階。あれ、あそこからさ3階ほど上って言ってたよね。行き過ぎ。あのじいさんが言ってたところ、戻んなきゃダメかな。いや、行けるとこまで行って、うおー、びっくりした。追っかけてくる。こっちやな。21階。いや、行き過ぎっぽいな。あ、またここに戻ってきた。戻ってきたっていうか21階。
いやすげえサラマンダーみたいなやつ。敵はもう無視。さあどこにいるんだ俺。これどっから来たっけ。そうそう、どっから入ってきたのかが分かんねえ。あ、そうだよね。こっち下行けるし。え、なんだ、どうなってる。で、上行ってみよう。違う違う、上行ってきたんだっけ？下行ってみればいいのか。で、これで下？あ、そしたら、結局、戻る。結局ここに来たのか。まずここでしょ。で、右行ってみよう。あ、これ扉があったね。で、ここ。で、行って、行って。で、右に来たら、なんかこれっぽくない？全然っぽくもなんともねえや。ここに戻されるだけだ。あ、で、結局ここか。あ、で、ここに戻されちゃうのか。なるほど。じゃちょっと一回、まずこっち行く。で、ここ左行ってみよう。で、あそこを、こっちに行ってみよう。あ、なんか、人っぽいね。いけた。なんでいけるの？どうする？一応セーブしとこう。回復はしなくていいや。で、なんかボスっぽかったら回復しよう。一回入ってみて。うおー、ボスだまあ動きだけ見ますか。137のヒットポイントで。なんだこれ。え、そういうこと。どういうこと。あ、このこっちを攻撃しようってことね。でも全然太刀打ちできないんだけど。あれ、鏡あるけど、あ、いけないか、さすがに。もう一回だけ入る。鏡気になるから。いけないよね。そのまま死んだし。え、でも勝てる気がしないんだけど。いや、こんだけダメージ通すの、いや、それはないでしょう。いや、それはないな。ちょっとやっぱりもうちょっと探索しよう。入れたし、穴入れるかなと思ったら入れた。しかも宝箱ある。え、こいつは超強くね？マジでこんなに強えの？フレイムソード、よし。やはり装備があったな。こういう感じか。 OK、 255。刀身に炎をまとう最強の魔剣、その斬撃は物質を透過しながら焼き尽くすため防ぐ術はない。いいね。ちょっと待って、その代わりさ、ヒットがすげえ減ってんだけど。やばい、シュルシュルシュル。一回帰らせてくれ。外に回復しよう。ヒールリング装備する必要なかったわ。ここもともと回復できるかな。あれ、ここも来てないね。ちょっと変なタコみたいなやつは来てるけどさ。待て、え、装備してないからか。あれをブルーネックレスみたいなやつ、これか。で、バトルアーマー、よし、戻ってきた甲斐があったな。やっぱりもうちょっと探索をしよう。
さらに宝箱、あ、バトルシールド、全然見落としてた、全部見落としてたわ、あのボスの、あ、ちょっと待って、変なやつが来た。よし、これで、オール255で、あとはその娘がさらわれた的なところに行きたいんだけど、こっち行って、お、強いね。下。ここは何もなしか。お、お、ちょっと待って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 、お、全然食らねえ。杖。で、セーブしよう。いや、やっぱり探索がマジ重要だからな。いけたいけたいけた、 いる敵いるんか、こいつ寒そう、こんなところに一人で門番させられてんの。ラドの塔、もう幽霊みたいになってる、もうフレームソード先取っちゃったからね。で、幽霊強えな。え、待って待って、ただの骸骨か、ただの骸骨っていうのもあれだけどね。で、どっちだ、こっちはいけない、強い、敵が強い、あれ、どうなってる、え、先に行くところある、あ、こっちか、おー、なんかすげえ、いつもと違った雰囲気になってる。先にセーブしとこう。ほい、開けられない、エビルリングを装備して一瞬で開けるのかな。あ、いた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 、え、どうなった、ここは別にいいの、装備してて超謎で、これはレアの方ですね。あ、アドルさんですね、お久しぶりです、知人のレアです、あなたがここに来てくれると信じていました。上の方ガンガン登ってったけどね。実はあなたに伝えたいことがあって、私はわざと魔物に捕まったのです。これもちょっとなんかあれだよね、殺されるとは思わなかったのかな。私をここに閉じ込めたのはダルクファクト、漆黒のマントをまとった恐ろしい男です、まあ、よく目撃されてたやつね。彼は魔物の力を利用してこのエステリアを自分のものにするつもりです。それどころか世界に君臨する野望すら。アドルさん、あなたはイースの方を持っていますね。すべてのイースの本が彼の手に渡ったら、この世は大いなる最悪に見舞われるでしょう。どうかお願いします、ダルクファクトの野望を止めてください。イースの本は限られたものにしか読むことができないようになってます。あなたには読む権利があります。この品を持って行ってください。イースの文字を読むためのものです。メガネ、6冊のイースの本を読んだとき、すべての真実は明らかになるでしょう。アドルさん、どうかその目で真実を確かめてください。あ、勝手に。ダームの塔はこんなにも恐ろしいところなのに、なんだかとっても懐かしい気がします。私にはこの後、やらなければならないことがあります。私のことは気にしないで、どうか先に進んでください。それからダルクファクトにはくれぐれも気をつけてください。彼のまとっている漆黒のマントにはクレリアという金属が編み込まれています。同じクレリアでできた装備でなければとても太刀打ちできないでしょう。こんな重要なことを2回目に話してくれるのかよ。一応もう1回話しとこう。同じか。では、イースの本が読めるようになってるかな。4冊目と5冊目かな。え、装備して読むの？イースの本。この謎めいた古文書を開いてみた。アドルの知らない文字が綴られている。え、メガネ。メガネを装備するの？どうすんだよ。あ、これか、これ装備してる、両方装備してるわ。しかもメガネ、ちょっと視界がさ黄色くなるんだけど。メサの書、我々はついにサルモン神殿に追い詰められた。6体の巨大な魔物が手下を従えて迫ってくる。我々は再びここへ戻ることを信じて一旦この地から離れることにした。だが災いの狂気から逃れても分断された民たちは悲しみの日々を送らなければならないだろう。
諦めるな、時の可能性はやがて訪れる指導者を示している、民たちを嘆くなかれ。結局民を見捨てたってことじゃん。ジャトン、これジェンマの書。あいつが魔物を引き連れて迫ってくる。人々がその恐怖に怯える中、女神が我々の前から姿を消した。それ以来女神の姿を見たことがない。我々は女神に見捨てられたのか。ジェンマの家系に古くから伝わるものがある。透き通るように青い金属のメダルだ。これには魔物によって仕掛けられた呪いを打ち破る力のあることが判明したのだ。これでしばらくは時間が稼げる。知恵を使え、望みはあるのだ。前3冊はもうすでに読んだからね。ちょっと割愛させていただきます。これ装備外して、まあというわけで、じゃあ今回はここで終了して、次回はね、さっき戦ったボスの方に向かっていきたいと思います。もうこれで探索は大丈夫でしょう。というわけで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。